ジョン・アロイージは、オーストラリア・アデレード出身で、同国代表の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。イタリア系オーストラリア人。ジョン・アロイジと表記する場合もある。兄のロス・アロイージもサッカー選手。フィファ・コンフェデレーションズカップ2005に参加した、オーストラリア代表チームは、全敗で、グループリーグ敗退だったが、アロイージは、 グループリーグ3試合で4得点を挙げる活躍を見せた。2006FIFA フフワールドカップ予選では、南米の強豪ウルグアイとの大陸間プレイオフ第2戦において、ワールドカップ出場権が欠けかけ勝ったプレッシャーのかかる PK 戦の場面で最後のキッカーを務め、オーストラリア代表チームを32年ぶりの本大会出場に導いた。本大会では、出場4試合すべて途中出場だったものの、 日本戦では3点目のゴールを挙げ、チームのベスト16進出に貢献した。AFC アジアカップ2007決勝トーナメント1回戦では、チームは日本に PK 戦の末敗れたが、先制ゴールを決めている。2011年に現役から引退し、最後の所属クラブだったメルボルンハート FC のユースチームの監督に就任する。2012年5月、メルボルンハート FC。 トップチームの監督に就任。2013年12月、成績不振により解任された。ありがとうございます。